い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、今日の動画は何でしょう。今日はですね、まあ何でしょう、漫画ちゃんなんですけれども、一応、まあ、ワンちゃん旅ちゃん行きになる可能性もあるというか、そういう動画なんですけれども、おお、ちょっとゆるい感じか、ちょっと僕とケイさんコナン見てきまして、はいはいはい、見たって動画も上げてくれてたよね。感想の動画も上げました、高橋さんが熊本行ってる間に。そうです、熊本行ってました。ただいま帰りました。まあ非常にそれね、動画も結構盛り上がってるんで、ネタバレなしとネタバレありをね、まあありも上げるんですけれども、まあ皆さん見てくださいね。まだね、再生数がそんなに伸びてないので、ぜひ皆さん1回でもクリックしていただけると嬉しいです。心の声ダダ漏れ。まあそれはいいんですけれども、はいはい、何、僕はコナン見てきまして、うんうん、2人ね行ってたよね。で今回たかしさんも見ても1回ちょっと感想会撮ろうよなんて話してたんですけども、はい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 、見ない方がいいかもしれないです。どういうこと？という動画、見ない方がいいかもしれないという動画、見ない方がいいかもしれないな。いいかもしれないです。どういうこと？ちょっとその動画でも話してるんですけども、まあもう昨日上げたばっかだからね。で、たかしさん熊本行ってたからまだ見えてないと思うんですけども、非常に面白かった。あ、なんかね、結構ツイッターとかでもめっちゃおもろかったみたいな、すごいあったイメージあるよ。過去一だっていう人もいるし、言うよね。だから去年超えたってみたいな人いるよね。僕ら的には去年の方が上なんですけども、まあタイプがちょっと違ってね。そうね、はいはい、なるほどなるほど、はいはい。まあコナンのなんか僕らちょっとアホなんで、やっぱアクション要素が多いやつとか、なんか強大な敵に立ち向かうみたいなのが好きだったりするんで、去年とか爆発した方がね、そう、その1個前とかの方が好きだったりするんですけど、今回のも楽しいんですが、はいはい、人によるね。まあ今回ミステリー色が多めというかね、推理色が多めだったりして、まあそういう人はもうめちゃくちゃハマったってコメントにもありますから、もうそこはタイプいろいろあると思うんでね、どっちがどっちがあれだとかはないんですけども、それ以前にですね、原作にめちゃくちゃ絡んでくると、はいはいはい、内容がね、内容が原作を知らないと、これ一切わかんないぞっていう、なるほどなるほど、回になってます。なるほどね。だから一般層というかね、あんまり原作読んでないで映画だけ見てるっていう層にはもしかしたら刺さりづらいかもみたいなイメージ。刺さる刺さんないじゃないかもね。もうわかんないんじゃないか、結構。あ、そんなラインなんだ。もうなんか珍しくない？コナンって大体さ、珍しいのよ。ねえ、大体その大衆受けって言ったらあれだけどさ、映画は映画で別に何？ある程度知ってればわかるっていうかイメージじゃん、コナンって。そう。っていうか、本当原作の内容を映画でやったみたいなイメージってことね。いや、なんかね、そうでもないんだけど、中身は、本編の話が一つあるんですけども、まあその辺は別にネタバレない程度に言いますけれども、はいはいはい、本編の話一つある事件は別にそんな本あれですよね、本編に絡んでる感じなんですよね、なんだ、今本編が2回出ちゃったんでややこしいんですけど、映画の本編は原作にはそんな絡んでこないんだけど、はい、本筋はね、そこに随所随所に出てくるシーンとか、あともうちょっと噂にもなってるかもですが、まあラストシーンとか、まあ衝撃のラストシーンなんですけども、が原作分かってないともうピンとも来ない人もいんのかなっていうぐらいではありますよね。なんかまあ衝撃的な、なんか内容っていうかあるんだけど、知らないと、どういうことみたいな。なるほどね。そうそう、どういうことにはなっちゃう感じなんだ。そうそう、はいはいはい。なんかね、出てきたけど、なんかあれ、なんか起きたけど、どういうことみたいな。たかしさんに刺さんのかな、って言ったら刺さることはない。今のまんまで言ったら、200% 刺さらないということはもう確定してて、 200% 刺さらない。そんなに、いや、そんなになんか帰ってきて、うん、いや、俺あんま分かんなかったな。絶対言うよ、と言います。あの、絶対言う、絶対言うんだ。撮影前、ちょっとコナンの感想会撮りましょうかとか、俺が笑顔で言ったら、でも佐藤さん、俺ちょっとあんまり分かんなかったな今回。リアルなテンション、リアルな、ボソッと言うんじゃないかなっていう感じですね。ボソッとテンションで言うんだよね。そうなんだ、そうなんだ。だって俺も、あの、予習していかなかったら絶対分かんなかったなって言ってたもん。あ、予習してったんだ、ちゃんと。でも奇跡ですよ、予習別に普段ならしなくてもさ、この映画って楽しめるからさ、別に。いや、まあまあそうだよね、なんかそんなイメージあるよね、奇跡、奇跡、個人チャンネルでKさん予習してたからKさんやってたね、ついていけたんだけど、そうね、結構むずいよね。いや、むずいかもしれない。そんなになんだ。
のと、あとカイトキッドが出るんですけど今回、うんうん、カイトキッドってもともとあのマジックカイトっていう青山先生の別の作品のキャラがコナンに出てきてるんですよ、うん、あそうなんだ。カイトキッドってもともとそのマジックカイトっていう主人公のキャラなんですよ。あそうなんだ。そう、それがコナンにも出てきてると、うんうんうん、でそのマジックカイトのキャラも出るとちょっと、うん、要はマジックカイトがあの、うんうん、キッドにとっては一応本拠地ですから、うん、そこに出るキッドの、はいはい、まあ、周りの人物とかが出たりするんで、はいはいはい、だからそれも知らないといけないとか、僕はそれ知ってたから結構そこは余裕でついていけたんだけどとか、うん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 、結構ねもう高橋さんはだから今回見なくても俺はいいのかなって思ってます。皆さんはどう思うか分かんないですけどそれでも見てくださいっていうのはでもいいんだけど、どう思います、ケイさん、見なくていいですか。見なくていいんじゃないいやいや、すごいネガキャンしてるよ、なんかすんごいとてつもない動画で。めっちゃおもろいよ。いや、めっちゃおもろい。これはもう間違いない、うん、見た方がいい。それは間違いない。見た方がいいし、うん、てか、うん、見た方がいいし、だって今 LINE ニュースにも来てたけど、初日の興行がなんか前年比 112% みたいな、うん、去年超えたからね。そう、え、すごいね。見た方がいい、これは間違いない。見た方がいいし、見た方がいいし、うん、絶対映画館に行った方がいいですよ、うん、もうこれは間違いない、うん、はい、皆さんに関しては絶対に行った方がいい。これはもう、うん、あのまあ、うん、もちろんコナンをね見てきた方とかは絶対行った方がいいし、はいはい、まあ、ちょっと知ってる方でもいいし、はい、見ていい、全然見ていい、はいはい、ただ見ていいけど、こと高志に限ってはってことやね。多分見ない方がいいこと高志に限ってはって、高志さんってやっぱね、なんで俺限られてるの。結構つまみ食いしてあんまだった作品は、うん、結構あんまになるイメージあるんで、うんうん、そうなんだよ。いや俺ね、そうなの、あの結構動画にしてないだけで結構ボツありますからね。そうなんですよ。実はね、そう、あの俺もうはっきりしてるから、やっぱりそうそうそう、ダメなんだよ。そう、俺はっきりしてるからね、あのいい動画ではいいっていうのを伝えたいからね、基本は。そうそうそう、ね、あんまりマイナスは俺あんましないっていうのがあるから、うん、そう、別にいいんですよ、その人それぞれね、好み趣味の人はあるから、はいはいはい、別にいいと思うんだけど、はいはい、なるほどね。ただ、うん、ちょっともうちょっと事前知識ないと、うん、そうね、たかしに限ってはちょっと、まあ、そう、コナンから離れる可能性があるので、うん、そこまでこのチャンネルやっぱそこまでありえる、コナン大事ですからね、うん、大事だから。まあそうだね、マンガちゃんはコナンは助けられてもんね、これね、っていう問題、うん、という問題ね。なるほどね、うん、たかしに刺さんない説があるから、ちょっと今2人はその会議を、ね、阻止してます。そう、映画館まで行っちゃったら絶対それ感じるからさ、うん、家のテレビで見てる分にさ、まあ、ちょっとあれだったなとか別にさ、なんともあんま思わないけどさ、まあお金払ってね、時間もかけて映画でやっぱ見るからね、映画館の。だからネタバレありより先こっち上げてもいいかもしれないね、うん、あこの動画の方がまあいいかもね。ネタバレありちょっと後にしようかなと思ってます。ちょっとあ、まあそうだね、まだ見てない人多いんだな多分初日。いや多いと思うよ、うん、多いんじゃない。なんかあれだもんね、あの例えばだけどあのレッド、うん、フィルムレッドも1、2週間置いてくださいみたいなって。あ、ね、あ、やっぱそうだよね。だから置こうかな。うん。うん。一応コナンの方はそう公式で言われてるか知らないけど、うん、そのフィルムレッドの時は公式からもう、うん、あのネタバレありのサムネとかはやめてねみたいなのがあって、ね、うんうん。そうだね。うん。だからまあ確かに映画作ってる側からしてもね、うん、あんまりネタバレネタバレするよかは、うん、ちょっと開けた方が良さそうではある。ね、うん、ネタバレサムネはねしないけど俺らは多分ね。うんうん、サムネではね。ちょっと今1週間もうちょっと開けようかなと思うんで、先こっちから。はいはい。だから、はいはい、まあ、たかしさんに行く場合、うん、ぜひね、金曜ロードショー、うん、黒金のサムネ今見てほしいかもな。いや、そうそうそう。俺それいやでもケイさん怖いのが、これも実は事前知識必要だって。俺確かに俺分かんなかったなって言うかもしんないな言いう可能性ありますよ、申し訳ないだって俺多分ほんと知ってんのが灰原さんとかまでだから、灰原さん、灰原さんはちっちゃくなってるってことは知ってる、さすがに。それは知ってる、それ知ってる、さすがにあれが少女だとは思ってないね。そう、赤井さんと安室さんは人気っていうのは知ってる。あ、じゃあそこはね、あの詳しくはね、あの君たちの話から知ってるぐらいだから、ね、ちょっと何必要か調べて、ちょっとさすがに言っといてもいいかもな。何必要だったっけ。確かに、ね、確かにいるのかな。まあ今一回見てみるわ、うん、まあまあまあ、まあ、でもそっちの方がまだバトル要素あるし、うん、ああ面白いかった、はいはいはい、あの結構戦闘シーンもあるから、ね、超絶賛してたじゃん、うん、去年ね。そう、散々もうめっちゃいいめっちゃいいって言ってたから。戦闘シーンもあるしね。とりあえずちょっと黒金のサブマリン一回見て、うん、そう、それ次第でその熱量でそのままいけるかもしれないからねその熱量は高かったらちょっとまた撮ってもいいんだからさ、うん、それはそれであり、高橋がついに多分そうね、ね、さすがに見るよな、ちょっと面白かったもんな、うんうん、
ね、おもろかったね。テレビでしょ、だってね。ノーカットだよね、うん、確か。すげえじゃん。でもああいうの、まあ、エンディングとかカットしたりするのかな、どうなんだろうな。エンディングなんか途中で終わったりしない、なんかあの。ね、大体エンディングはね。エンドロールか。エンドロールね。それはね、終わっちゃう。そこはしょうがないね、ロードショーはね。うん、エンドロールの後あるから、どうなんだろうな。ああ、そこはでもやんじゃないの。やるよな、やんなきゃやばい。だけ省略してじゃないの。うん。ああ、そこそこ、意味ないか。うん。去年、一昨年は結構バトル要素あったもんね。うん。一昨年は何だっけ、うん、ハロウィンだね。今年はハロウィンが。ああ。アムロさん主人公、ね。渋谷で、渋谷でさ。はいはいはい。あれね、デカデカサッカーボールね。サッカーボールのやつ。あー、見たい、それも。それも見たいんだよな。そこだけ十分大事。そのシーンだけ。いやー、一緒みたいに探偵団でみんなで。そのシーンだけ。あんなちっちゃい体で頑張ってんの。それ以外もあるだろう。それ以外もあるだろう。そこだけ歌って。それだけでいいんだよ。それだけで満足度100いくバカだからね、俺らはやっぱ。すげえバカじゃん。やっぱね、満足度100いくの。だから今この動画だけ見て、見に行こうかな、うん、あんまりでもコナン、そんな知らなきゃ見に行こうかなって思う人は、僕らの感想動画見てくれれば、確かに。何見といた方がいいっていうのは一応言ってますから。言ったかな、ちょっとしかやってない。あ、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。あと、ツイッターでも結構流れてくると思うんで、そういうの。何見といた方がいいよって。うんうんうん、そうね。ただ、それを調べたら、はいはいはい、ネタバレ踏む可能性があるので気をつけた方がいいよね。ツイッターはちょっと怖いよね。なんかもうよく言うじゃん、コナンのさ、映画はさ、なんか結構やばいリプが飛んでくるみたいな。飛んでくるね。ねえ、要は楽しみ、今年の映画楽しみって言うとさ、犯人をリプライで送ってくるみたいな。そう、いや、ついたずらってじゃん。そんななんだ。ひどいよね。あったよ、あった。毎年あるよね。毎年話題になるよね、大体あれ。あ、そうか。だからみんな結構警戒してんじゃない、今年。なるほどね。なんかやっぱもう例年そうじゃん。確かに。例年そうがさ、よく言うからさ。なるほど。ただな、めちゃくちゃ内容面白かったよね。だって、だって結局、俺と佐藤さんしかいないのに、ネタバレありの方まだ上がってるか分かんないけど、40分ぐらい話しなかった。うん。めっちゃ話してる。大盛り上がりじゃん。大盛り。2人で40撮ってんの。いや、しかも気づいてない40よ。珍しくない。うわ。だってその前、ちょっともうちょっと話すかとかなしの。なしよ。だってその前に、その前にネタバレなしで25分撮って、そう。でじゃあ1時間回してで、ネタバレありじゃあ撮るかとか言って撮り始めたら、なんかね、終わんない、終わるかと思ったら全然40分ぐらいいってたもんね。終わん、そう。やば。で、あげたらそんなに、まあまだ皆さん見てないからなんか、あんま、まあプリンスで肩壊したのか。でわかんないけど、ちょっとねフォーム崩れてるんで、今プリンスによってすげえ怪我が多発してるよ。即日編集したからやっぱさ、これはいいぞと思って、やっぱそういう時こそやっぱあんまり伸びなかったりするからさ、プリンスでフォーム崩したからなのかもしれないけどね。2日連続プリンスやっぱね、ちょっと挑戦しすぎた。ただ両の大ファン多いからさ、もう確かにね、プリンス・オブ・プレシャーもう早く続き見たいって、ね、ガイアも見たいだろうから、もうなんか一日一気に集まって生配信やるとかね、もうありかもなって思ってます。いや、ありよ、ありよ、全然ありよ。うん、ねえ、はい、オッケー。まあ漫画ちゃんですね、ここまで熱く話したね。そうだね、うん、まあ分かった、言いたいことは、うん、なるほどなるほど、はいはい、だから見に行かないでくださいね。行かないでくださいって言われたのあんまないからびっくりするんだけど。ちょっと見に行きたくなってるし、逆にそう、逆にね、天の弱なんで、そういうおすすめに関してはめっちゃ天の弱なんで、皆さんは見に行ってもらった方が絶対、皆さんはね、だからといってたかしさんが見なくても、言わないでください、あんまり、その僕らが言ってるんで今回。そうそうそう、はいはいはい。逆にみんなも見に行かない方がいいですよって言ってもらった方がいいかもしれない。そう、そしたら見に行く可能性あるんで。そう、天の弱だからね。これ面白いですよがやっぱ苦手な人なんで、多分。そうなんだ。いや、そうなんだよ。なんか多分自分で決めないとね、気が乗らないっていうね、その誰かにおすすめされたのを、お、なんか何なんだろうね、天の弱なんだろうね、だからそれに関してね、誰かに道を決められるのが嫌だっていう、多分それだけなんだけど。でもカップ麺とかをね言われたら多分食べに行く、食べるんで、飯に関しては、そうだね。飯はいい。やっぱ舌があんまり、飯はいいです。よし、舌がそんなアホだから。おい、誰の舌がバカにしたの。舌がやっぱアホだから。おい、そこは別にいいんだろうね、なんでもね。だから、俺から、何、おすすめあるって聞いた時のおすすめはもちろん聞くのよ。うん、こっちの扉が閉まってる状態でのセールスが多分苦手なんだと思う。ねえ、そうね。そう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 。今なんか娘の漫画が見たいって時は多分めっちゃいいんだろうね。はいはいはい、はい、
そうそう、だからそういうちょっとめんどくさくてすいません皆さん、うん、ちょっとめんどくさいんですよね僕、うん、ひとまずね黒金のサブマンちょっと、はい、またそれね感想取れたらね、うん、1年越しだけどまた見たらね、うん、じゃあ感想あげまーす。はい、最後まで見てくれてありがとう。次も見てください。明日も楽しみ。またね。とりあえず今週見ます、うん、僕たちお願いします海賊団と申します